月曜日の大怪獣映画館宇宙大怪獣ギララです。はい。見てない方、これから見る方はブラウザーバックをお願いいたします。いやー、みっきり寒くなってきましたね。秋の夜長、皆さんどうお過ごしでしょうか。こういう時は怪獣映画でも見て現実逃避をした方がいいかもしれません。今日ご紹介する映画は宇宙大怪獣ギララです。小畜が唯一撮ったというね。 怪獣映画でございますね。はい。えー、まあ、ギララというのは、えー、まあ、普段はあの光るスワ飛ぶ円盤みたいな光る飛行物体なんですけども実態表したらベム型の宇宙怪獣で、えー、まあ、近未来の日本を襲います。あのででで,ですね近未来の日本はどうなっているかっていうと。 まあ、宇宙連合が統一されてまして、えーとまあ、宇宙開発に力を入れてますでアストローボートというねかっこいい宇宙船が出てくるんですけどもねそれとの対決もありますしね結構楽しめる映画でしたあの弱点はギレラニウムっていうねなんかわけのわからんなんかあの武器というか化学兵器で最後ドロドロに溶かされちゃうのがかわいそうなんですけども 僕、このギダラ,ラの格好がね、ベム型って言うんですけども、大好きで、えー、よくこんな怪獣考えたなと思って、えー、感心してました。で、主題歌をですね、倍賞千恵子さんが歌ってましたよねあの、宇宙活ものみたいな感じでね、えー、歌ってます。倍、は、賞、い、千恵子さんだな。うん、でね、えー、と、このギダラ,ラっていうのは、 1984年の845時以の時に同時公開されたあの男は辛いよでオープニングであのギララがトラさんと戦うっていうねシーンがありましてねどうやって倒したかというとあのお守りから光線を出して倒すというねぶったまげなアバンタイトルやったんですけどもねその後あの続編というかリメイクとして宇宙大怪獣ギララ トーヤコサミット危機一発っていうのをね、えー、撮って、それは、あのー、まあ、パロディ映画だったんですけども、見事に犬ぐるみをね、着ぐるみを再現してやってくれました。内容はめちゃめちゃでしたけどもね、えー、まあ、本当に真面目に作っているにしては、ちょっとチープな特撮の見物であります。さあ、皆さん、秋の夜長、大怪獣、ギララ、どうでしょうか おすすめですよ。さっきオうでした。チャンネル登録よろしくね。